オルタのボードの球は10歳の選手長野のペースを見る。この横は開幕選手の佐野さん。そして開幕戦は残念ながら復活したいになった伊藤達が3番手のスタート逆境試合なので、さあ隊列はまもなく最終コーナーです。そしてセミオープンさあできるでしょうか。どうもありがとうございました。どうも。
ロップ入ってくる。少しリードを進んで7周を完成します。少し当たり前線がパーフェクト、4分の1秒0ほどになっている。当たり前線現在4番目。さあ2番手3番手4番手が動画の中、スタート離れる0秒間、動画の中。